口で呼吸するとこの粘膜の部分っていうのが乾いてしまって非常に傷つきやすくなったりだとか、今日は口蓋の成長に大きな影響を与えてしまうよ。もいもいもい、アスクラビ野球&A です。よろしくお願いします。はい、今日のお題は口呼吸ね。みんな普通は鼻で呼吸すると思うんですけど、口で呼吸をすることを口呼吸ではなくて、歯医者さん的には口呼吸というふうに言います。さあ、その口呼吸について今日はやっていきたいと思います。では早速いきたいと思います。口呼吸ってよく悪いって聞くんですけど、何が悪いんですかね。そのデメリットとかあれば教えてほしいんですけど。なんかちょっと頭悪そうじゃない見た目が確かに頭が悪そう一番デメリットじゃない。でもまあ、なんだろうね、まずそもそもなんで鼻で呼吸するべきなのに口で呼吸しちゃってるのかっていうところだと思うんですけど、単純に鼻が悪いんだろうね。なんで鼻で呼吸したらいいと思う。鼻毛とかがキャッチしてくれるんですよね、ゴミを。間違いない。こちらが悪い彼はいっぱい視聴者じゃない。そういうわけですね。お鼻にはいろいろ、まあ、副鼻腔って5個ぐらいあるんですけど、そこの中でですね、大きく分けて2つあって、1つは、まあ、そういった汚れをキャッチしてくれる、もちろん鼻毛がとかっていうのもあったけど、粘膜自体がその、ね、口の汚れをかき出すような粘膜の構造をしてたりとか、体温に触れるようなところがあって、例えば寒いところとか暖かいところでもある程度温度調節をしてから気道の方に送ってあげるって、温度調整の役割だとかっていうのが鼻にあって、結果口で呼吸しちゃうとそういうのを全部ダイレクトに入ってきちゃうんで、いろいろなところに弊害が出てくるかなっていうのが一つ。つまり鼻の機能がうまく使えてないよっていうのが一番大きなデメリットだと思います。そのことに起因していろいろさらなるデメリットが起きてくる感じなんで、それぞれ一個ずつ見ていきたいなと思うんですけど、じゃあ実際にお鼻のことは専門家じゃないで分かんないんで、それはもうお鼻の専門家に任せてですね、じゃあ口の中で何が起きてくるか。口で呼吸したらなんか単純に乾きそうな感じですよね。そうですよね。いわゆるドライマウスっていう状況になるんですけど、ドライマウスになると、じゃあドクターに何が起きるんですか。やっぱりちょっと粘膜弱くなると、普段はやっぱり唾液とかでコーティングされてる、保護されてる部分がやっぱり乾燥すると唾液も出なくなるし、そういった保護機能がなくなるので、やっぱりちょっと粘膜は弱くなっちゃうのかな。こうやってちょっとね、口入れとかつまんでいてると分かると思うんですけど、こっち側のドライなところとこのウェットな粘膜の面とかっていうのははっきり線で分かれてるんですね。我々ドライベッドラインとかって言ったりするんですけど、この粘膜寄りのところっていうのはこういった湿ってることによって健康状態を保ってるので、口で呼吸するとそこの粘膜の部分っていうのが乾いてしまって変にシワシワになってしまったりだとか、非常に傷つきやすくなったりだとか、まあ、粘膜としては健康な状態ではなくなってしまうので、まず粘膜の健康状態っていうのが維持できなくなりにくくなってしまうっていうのが、まず一つ目の大きなデメリットになってきますね。二つ目のデメリットがインパクトあるかなと思うんですけど、これは成長に関してなんですね。まず成長に関しても二つあると思うんですけど、まず一つは歯並びですね。あとは骨。そうだね、口蓋の骨だね。あのベロが上であると触れるところの発達が阻害されてしまうっていうところなんですね。そもそもね、我々の歯並びとかって歯の模型とかって見たことあるかもしれないですけど、 U の字してる。なんで U の字かっていうと、内側からベロが来て、外側から口輪筋だとか口がこうやって筋肉があることによって、こういう顔の形に合わせて U の字になってるわけなんですけど、口がこうにポカンって開いてるとベロの力が歯により伝わりやすくなってしまう。要はここの力がちょっとこうリラックスしすぎてしまっている状況になってしまいますので、やっぱり歯が少しベロの力に押されやすくなってくる、影響が出やすくなってしまって、結果歯並びが難しくなってしまう可能性が大きくなってきます。そしてお鼻を使うことによって口蓋のところっていうのはどんどんこう成長してきてくれるわけなんですけど、お鼻で呼吸をしないで口だけで呼吸をしてるとうまく発達しないで、結果お鼻の機能っていうのが阻害されてしまうっていう場合があります。要は口蓋の成長に大きな影響を与えてしまうよっていう。なのでもう小さいうちからね、もうきちんと口で呼吸してるよっていう子供に関しては、ちゃんと口を閉じなさいってね言われて頑張ってる方たちもすごいいらっしゃるとは思うんですけど、実際それは正しくて、お鼻で呼吸するってことはすごくここのお口とお鼻の健康を守る上ではすごく大切になってくる場合が多いです。骨が口呼吸が悪いっていうの分かったんですけど、その改善方法を知りたいんですよ。これは難しい。まずお鼻で呼吸できないってことだから、もう
歯医者の話じゃなくなっちゃうよね。基本的にはやっぱりお鼻に問題がある方が多いんじゃないかなと。今日動画撮るにあたっていろいろ Google で調べたりとかしてみたんですけど、なんかシールを貼ったりだとか口を閉じたりとか。でもね、お鼻の治療っていうのはすごく大切な一つのポイントなんですけど、歯科的に言うとですね、結局口蓋っていうのはどうやって成長するかっていうと、もともと開いてるのがだんだんここに骨ができてきて成長してくるんですけど、これがちっちゃいままでくっついちゃうのが問題なので、大人になってからの時はこの口蓋を思いっきりザクッと真ん中で割って、ここから顎を広げた状態で矯正してお鼻を広げるっていう治療方法を取り組んでる歯医者さんとかっていうのも中にはいらっしゃいます。そうするとお鼻も通って、で舌の位置も良くなってとかっていう話は結構矯正の先生の中では一般的な話のようなので、そういった方法とかっていうのも治療のオプションの一つにはなりうるかなっていうところですね。やはりね、やっぱお鼻の方に問題がある場合が多いので、鼻で呼吸ができないんだったら耳鼻科の先生に相談するっていうのも一つの選択肢なのかなっていう私の個人的な考えです。すいません、ちょっと勉強不足な、ね、分野の今日は Q&A だったんですけど、私の知る限りのところですね、個人的な見解を述べさせていただきました。ためになったら嬉しいな。というわけでアスクラピア Q&A でしたが、皆様の身近なお口の質問には何でもお答えします。ただしそれが知識が深いかっていうと、まあそれはまた別問題ですよね。知り得る限り私たち答えていこうと思いますので、どしどし質問していただければと思います。そしたら次の動画でお会いしましょう。さよなら。